皆さんこんにちは、逆転コーチングの斉藤と桃井です。本日はね、タイトルにもあります通り、偏差値が伸び悩んでいて、まあ、今40代の方とかに向けてお話ししていければと思うんですけれども、はい、どちらかというとまだ全く勉強してなくて偏差値40代ですっていう方よりは、ある程度もう春から受験勉強ねコツコツやってきたんだけれども、まだ伸び悩んでるとか偏差値40代っていう方に向けてですね、お話ししていきますので、ぜひこれに当てはまっている方はですね、最後までご視聴いただいて今後の役に立ててほしいなと思ってます。現在逆転コーチングでは、この夏から残り半年でマーチに受かるための勉強計画を作成する無料コーチングというのを行ってます。はい、こちら枠数限られておりますので、もし少しでも興味あるよって方ですね、 YouTube の概要欄の公式 LINE の方をチェックしてもらえればなと思ってます。はい、お待ちしてます。難関私立大学の合格率 82.7%。 長野県の偏差値40の商業高校から明治大学に逆転合格しました。1日単位で計画が立てられていたので、モチベーションを保って志望校まで走り切ることができました。難関私大専門塾逆転コーチング。最近、結構こう受験相談する中で、偏差値ずっと勉強してないけど、もう一向に40ですとか、でもどうしてもね、残り期間で半年でマーチ行きたいんやってこう多いんですよ。いや、多いですね。はい。で、そういうこと話してると、なんか共通項というか、結局なんか課題って一緒やなみたいなところになんか集約されたりするんですよね。各科目でね、これができてないんじゃないかとか、こうやってやっちゃってるんじゃないかって、共通パターンありますね。そうなんですよ。なんで今日はそれぞれのちょっと科目、まあ、特に英国ですよね、この2科目に焦点を当てて、この辺に大体課題感ある子が多いよねみたいなところと、それをどう解決しようかみたいなところを踏まえて話しながら、今40の方でも半年でマーチに受かるための戦略の部分を話していければなと思ってます。はい、もしね途中でこれ当てはまってるかもみたいな人がいたら、ぜひ改善していただきたいっていうところと、まあ、冒頭でも話した通り、無料受験コーチングでね計画だってもう一緒にやってますので、こちらも本当気軽に来ていただければと思います。はい、はい、じゃあまあ順々にやっていきますか。まず英語から行こうかなと思うんですけれども、まあ、じゃあ英語結構やってるけど偏差値も40代ですとか、かなり伸び悩んでますっていう人、どういうことが多いですかね。もちろんまず単語は絶対覚えてほしいんですよ、で文法でよくあるケースとしては、ネクステとか回してるし、スクランブルとかヴィンテージとか回してんねんけど、答えの暗記になっちゃってる子とか多くないですか。間違いないですね、ですし、やっぱああいう参考書って単元別になってるので、大体、まあ、これ答えになるでしょうっていうのを、もうその感覚のままやってしまってて、正答率はちょっと上がってますけど、そうなんですよ。そういう子に関して言うと、一旦桐原のファイナル英文法こちら解いてもらって、今完成度が仮に6割を切ってたら、確実にネクストヴィンテージとかやってる基礎が抜けてるケースが多いんですね、なんで復習してほしいんですけど、常になんかネクストとかやってると結構固定の暗記になっちゃってるじゃないですか、なんで個人的にはポラリス英文法とか、まあ、割と解説が詳しめで回しやすい参考書に切り替えた方が残り半年で伸びやすいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。いや、間違いないですね、そもそも各単元とかのね、文法の知識みたいなところがちゃんと固まっている上で問題演習をしないと実力はつかないんですけど、もしね今英文法結構やってるけど、ファイナル英文法、まあ、標準編の緑のやつですよね、だから取れないのであれば、なんとなくで回しちゃってるっていう人がかなり多いかなと思いますので、ここ一個チェック絶対してほしいですね。はい、で2点目がですね、やっぱ解釈ですよ。解釈で結構今偏差値40代の子とかで聞いてると、とりあえず入門解釈技術70を一周しましたとか、基礎100とりあえず回してますみたいな感じで、英語長文やる前にちょっと解釈やるもんでしょうぐらいの感覚で挑んでる子が多いんですよ。はい、なんとなくやってるみたいな、でそういう子は大半伸び悩んでるかなと思ってるんですね、いかがですか、そういう子多くないですか最近。いや多いですね、なんで解釈やるのかとかもあんま考えられてないですし、まず何週も何週も繰り返しやってないんですよね、そういう方に限って、いやそうなんですよ。とりあえず 1,2 週やるもんなのかなって、なんとなく 1,2 週して満足しちゃってるっていう人多いなって感じますね、そうなんですよ。でそういう子に関して言うと、一旦確かにね、入門70やるとか基礎100やるっていうのも分かるんですけど、今偏差値40代ならもうちょっと下の参考書から解釈の基礎を固めてほしいなと思ってまして、それで言うと最近だったら肘の読解のための英文法とか、基本はここだとか、矢沢先生の7時間英文解釈とか、ああいう感じで本当に基礎の基礎から英文解釈を学べる参考書って最近増えてるじゃないですか。多いですね。そういった参考書で夏休み期間で最低3週ぐらいは回して習得してほしいなと思ってますね。そうですね、一個意識してほしいのは、人にその英文を本当に説明できるなって思えるまで入り込むっていうのが大事なので、
ゃんと友達に聞かれたら、うん、この英文はねって言えるぐらいまで、うん、今からやってくれれば間に合う時期ではあると思うので、はい、そこやり直してほしいですよね。たったへの暗記になるのが一番ダメなんで、これ和訳できたからゴールと思ってる子は本当に危険ですね。そうですね、はい、2週目なんて和訳できますから、だって1回やってるんだからっていうのがあるんでね、うん、そこで終わらないようにしましょうと、はい、いうのがの解釈ですね、はい、長文とかはどうですかね。はい、で長文に関しても、まあ、そもそもまだやってませんって子もいたりすると思うんですけど、うん、もう8月なんでやっぱやんないと間に合わないので長文やってほしいんですけど、一番ありがちなのがただやって丸付けして終わりましたって子が多いんですね、はい、これは一番やったらあかんですね。意外と多いですよね、うん、そうなんですよ、うん、でやっぱり長文って解くよりも復習の方が大事じゃないですか、うん、間違いない。我々が特にねこの動画でも推奨してる参考書ってシャドーイングができるような参考書とか、うん、音声ついててとか構文振ってあってみたいな参考書を推奨してるかなと思ってて、例えばルールズとかですよね、ああいった参考書であれば解いて終わりじゃなくて解き終わった後に英文と日本語を照らし合わせて音読までね何回もやり込むっていうのがやっぱり正しいやり方ですよね。間違いないですね、うん、こう点数取れなかったからとか、はい、もしでもそうなんですけど、うん、怖いから解説は見ないっていう人も中にはいるんですけど、はい、それじゃ絶対伸びないので、うん、やっぱ一回ちゃんと向き合って、はい、音読とかまでしていただいて、で音読で詰まる部分とかがあったら、うんうん、そこはもうちゃんとね SVOC とか振って理解できるまでやり込むみたいなところがやっぱり次につながってくるので、うん、そこまでじゃできてますかっていうと多分できてない人多いと思う。いやそうですよね、うん、今だいたい4点ぐらい上げたじゃないですか、はい、ここをきちんとやってて偏差値40なんか絶対ないですね。もしね当てはまってるっていう人は全部ねこれは改善してほしいなと思う点なのでやってくださいっていうのが、まあざっくりとした英語の偏差値40代の方にありがちな共通点じゃないですか、うん、そうですね。でこのタイミングちょっとねお伝えしたいんですけれども、やっぱこの夏多いんが今偏差値40から半年でマーチ行きたいけど、うん、まあ、実際何したらいいか分かんない子って結構多くないですか。多いですよ。でそういう方限定で現在逆転コーチングではこの夏休みからマーチに受かるために何をすればいいのか1日単位で勉強計画を作成してます。こちらかなり人気になってまして枠数限られているので YouTube の動画の概要欄の公式 LINE の方すぐチェックしてもらえればなと思ってます。本気で待ちてます。はい、という形でじゃあ次に、うん、まあ、やっぱり国語ですよね、はい、国語の中でも特にまあ現代文からちょっと話していきたいなと思ってまして、うん、はい、で結構この時期あるのが、うん、まあ、とりあえず現代文やってて、うん、まあ、なんとなく問題はいっぱいやってますとか、うん、塾でテキスト配られて共通テスト型の問題集ばっかりとりあえず解いてますって子多いんですよね、はい、多いですね。ただ点数伸び悩んでますって子が多いんですけれども、うん、なんかそういう子にありがちな課題なんじゃないかみたいなところがあったりしますか。これは結構一個かなと思ってまして、はいはい、読み方解き方をちゃんと分かってない、うんうん、つまり講義系の参考書とかをきちんとやり込めてないっていうところに落ち着くかなと思ってまして、はいはい、まあ、冷静に考えてほしいんですけど、うん、まあ、受験生とかであればもう17、8年、浪人生であれば19年とか生きてきてるわけじゃないですか、はい、で今更ね10個20個日本語の文章を読んで、はい、急激に読めるようになりますかっていうところなんですよ。いやならないですよね、うん、そうなんですよね、うん、やっぱ受験っていうのは、うんうん、あくまで1個の正解に導かれているので、うん、問題のね作り方構成とか、うん、解くための考え方とか、はい、こういうところに答えが隠されてますっていうのがやっぱりある程度見えてくるものなんですよ、うん、現代文はセンスだって思ってる人もいると思うんですけど、はい、そのまま行ってしまってズルズルやっていくと、うんうん、点数伸び悩みますし波が出てくると思うんですよ、うん、現代文って波あるって人すごい多いと思うんですけど、はい、それじゃあ本番に波の下の部分が来ちゃったら合格できないよってなってしまうんですよね、うん、でそれを防ぐため波を落ち着かせるためにやってほしいのが、うん、講義系の参考書で読み方解き方をきちんと身につけるっていうところだと思うんですよね、うんうんうん、はい、で話戻るとやっぱ現代文伸び悩んでいる人は、うん、そもそも漢字とか現代文単語最低限のものはね、うんうん、覚える必要があるんですけれども、はい、それプラスですよ、うん、やっぱセンス感覚で解いちゃって、うんうん、ちゃんと読み方とか意識できてるっていうと、うん、できてないっていう人が多いのかなと思いますよね。そうですよね。だって今偏差値40代の子でこの講義系の参考書は最低限この夏やっとけみたいなのあったりしますか。船口の最強の現代文とか、はいはい、これちょっと難しかったりするんで、うんうん、もしこれね書店とかで見て難しいなと思った方は、うんうん、カメラの優しく語る現代文とか、はい、ゼロから覚醒始めよう現代文とか、うん、そのあたり、まあ、これ講義系の参考書に今お話ししたらなってるので、うん、一冊ちゃんと仕上げて理想はですね、うん、プラスで問題演習もちゃんとやってほしいです、はい、できっと間違いの問題っていうのはあるのでこの講義系の参考書に戻ってもらって、はい、どういう理由で間違えたのかどう考えてたら間違えなかったのかっていうところを繰り返しちゃっていただければ、はい、ちゃんとね基礎っていうのはついてくるかなと思うので、うん、8月中になんとかそこまで仕上げてほしいなと思います、うん、だいたい今伸び悩んでるこの大半が今言った3冊のね、うん、あの基礎ができてないって子が大半なので現代はまあこういった形で、うん、まあ、頑張ってね乗り越えてもらえればと思うんですけど、はい、やっぱり最後は古典ですよね、うん、古典とかもやっぱり今偏差値40代で伸び悩んでる子のなんか共通点というかあったりしますかね、うん、はい、まず前提として、はい、古文嫌いっていう人が多い気がします。いやそうですよね、うん、なんか僕もこう受験相談してて、うん、偏差値40の子で古文好きってこう見たことないですよね。
そうなんですよ、うん、嫌いっていう理由は、はい、多分できないからなんですよ、うんうん、単語とか文法フラミンゴがやっぱまず大事なんですよね、はい、結論古文の単語文法が固まってないよねっていう人が多いんですけど、うん、周りがちょっとずつできてるとかこの時期点数取れ出している中で、うん、自分古文の点数取れないし嫌いだから気づいたらね単語とか文法も遠ざけちゃってると思うんですよ、うんうんうん、でそれがもう負のループになって嫌いらしできないし伸びないっていう風に思ってしまってる人がすごく多いからと思うんですけれども、うんうんまあ、そういう方はねまず古文単語と文法に逃げずに立ち向かう、うん、これはもうね古文をやる上で避けられないので、うん、ちゃんとやっていただいて読解系の参考書に進んでいただければ、うん、絶対ね点数って伸びるんですよ、うん、ただそこがね本当に伸びるのか不安とか苦手意識から逃げちゃってる人が、まあ、伸び悩んでるっていう原因ですよね、うん、そうですよね、うん、今多分見てる方の中でも偏差値40代のマッチモの子結構多いと思うんですね、うん、でちょっと振り返ってほしくて古文の単語文法完璧ですかってちょっと自分に言い聞かした時におそらく自信がない方が多いんじゃないかなと思うんでね、うん、この夏は単語文法を固めるのが大事ですよね、うん、そうですね逆に焦る必要はなくて、うん、古文単語も300語ワードレベルでいいですよ、はい、ある程度固まってて文法も活用も基本的に言える助動詞もちゃんと意味とか何系接続とかはきちんと言えるレベルがちゃんと仕上がってれば、うん、9月から読解入っても全然間に合うので、はい、そこだけでも今頑張ってほしいなと思いますね、うん、一番ダメなのがもう夏で古文できひんから捨てるっていうパターンかなと思ってまして、はい、結構40代の方に多いんがもう英語と現代文だけで受けれるところにしようっていう絞る子多いじゃないですか、うんですね、例えば法政の T 日程とか青学の全学は青学の経済みたいな感じでね、うん、そういう子は大半失敗してるイメージですねそうですね、うん、この時期に何かから逃げるっていう癖つけちゃうと、うんはいうん、どんどん狭まっていくんですよね、うん、気づいたらそうなんですよってなっちゃうし古文がなくて現代文だけで受けれるところとかは、うんうんうん、やっぱ受けやすいので、うん、倍率も高いし、うんうん、なんだかんだ合格最低点もかなり高くなったりするんですよね、うんうん、この時期であれば古文は本当に逃げないで頑張ってほしいなと思ってますねっていう形で、まあ、英語とね国語のこう共通点をまとめたわけじゃないですか、うんはい、でおそらく今聞いてる人の大半で今ここ言った内容が全部きちんとできてるけど偏差値40代ですよって方いないと思うんですね、うん、なんでまずはこれを参考にやってほしいんですけれどもこの夏から今偏差値40であっても半年でマーチって受かりますかねいけます、うんうん、頑張ればいけますとで、はい、ただやっぱ合格するためには、うん、今自分に何が必要なのかを各科目ですよね、うん、今日はあんまお話できなかったんですけど、うん、選択科目とかも踏まえて、はい、ちゃんとバランス取ってやっていかないと、うん、でも合格が厳しいなと正直思いますねでやっぱり大半の方が今この夏から何しようってところで悩んでると思うんですね、うん、でそういう方はもう一度本当に無料なので無料コーチングだけでも来たらいいんじゃないかなと思ってましてそうなんですよ本当に我々がマンツーマンで個人個人に合わせた学力状況から何するべきなのか参考書の提示であったりだとか、うん、どのペースでこの参考書をこの時期まで終わらせないっていうところを全てお伝えするので今偏差値40代の方特にですね無料コーチングぜひね一度来てほしいなと思ってますね、うん、ちょ恥ずかしいかもしれないんですけど、うん、1回 LINE 追加してみてもらえればと思いますはいという形で本日はですね偏差値伸び悩んでる方向けの動画でしてこの動画でもお伝えしたんですけど本当にこの夏のやり方で残り半年で全然マーチは逆転合格狙えるんでね今ちょっと模試の結果で落ち込んでるよって人もねここから切り替えて頑張ってほしいですね頑張りましょうそれでは本日の動画はこちらで以上となりますご視聴ありがとうございましたありがとうございました。